毎月私エッセイ教室というところに行って、エッセイを書いたものを提出して、みんなに、いろいろ意見を言ってもらったり感想を言ってもらったりするんですけど、昨日のたまたまこの北小見館であって、会ったばっかなんですけど、自分でたまたま松田君の四十九日が明日になってですね、でいろいろ和田君の方が大場の方に行くような形になるんで、できればその前に何か供養できる供養になっていきたいかなって、そんなことをちょっと思ってですね、いろいろ歌が好きだったんで、歌でも歌って供養できればなって何も思ってます。今日はちょっとその最初に松田君とのことについてのエッセイを書いたものをちょっと読んでもらって、その後ちょっと歌の方、ちょうどそのエッセイに出てる内容の歌なんで、お願いしたいと思いますけど、ちょっと私じゃあそれぞれで読むというのもあったから、一応読んで読みながら、エッセイ教室と同じようにちょっと読みながら読み込んでみたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらの友よを歌った日、2年前に妻の他界に続いて、一番の親友である松田君が急死した。何をしても何を見てもため息ばかりで、妻が他界してからの心身の不調の中にいた私のことを、他界していつも隣にいて見守ってくれていた。そのおかげもあって、ようやく立ち直ろうとしていた矢先も彼に急死だ。高校1年の時の同じクラスで出会いから60年、途中仕事に追われた時期を除けば、彼はいつも私と一緒にいた。学生時代に学生運動に参加し始めた時から、生き方や社会の在り方を語りながら、同じ志を持って歩んできた。彼は話し続きで、いつも場を盛り上げることに心していたので、一緒にいると楽しく、話の場が盛り上がった時は、誇らしい表情を見せていた。彼も元気で楽しく、楽しい雰囲気に私は惹かれ、やる気をもらっていた。そんな彼は、良いことも悪いことも私に安心して話してくれていた。それは私が彼に自分のことを安心して話していたからだ。彼に話せば期待する答えが返ってきたからだ。絶対的な信頼をお互いに持っていた。妻が他界した時は、困難に直面した時に、私の気持ちが落ち着くまで彼はいつも隣にいて話し合えていた。みんな陥ってた時には、夜中でも夜に電話してくるといいよと言い、私は夜中の1時頃に電話をして彼の声を聞いて、ほっとしたものです。彼もこんなに直面した時があった。私は落ち込んでいた彼を何とかしたいと思い、私の実家の大泉まで一緒に行き、夏休みは南アルプスを見ながら畑仕事をし、いろんな話をした。その畑仕事が1年ほど続き、彼は力を取り戻していった。彼から感謝された。仕事を退いてからいろんなことを一緒にやった。好奇心旺盛な彼は私のやっていた自然観察のボランティアや太陽系を見れるようになり、言葉に活動を始め、演劇も一緒にやった。歌声活動は学生時代やデモや集会、喫茶、歌声喫茶までで反戦会や労働がロシア民謡などを好んでいた。上手に歌うことよりも団結や連帯の気持ちが大切だった。特にロシア民謡の心を騒ぐ青春の歌や、泉田区の友よをずっと仲間と一緒に歌ってきた時代、彼がいなくなった今、この二つの歌は最後に歌えない。彼と一緒に歌うことはもうできないんだと思うと、胸が詰まってしまう。心を騒ぐ青春の歌は、学生時代に社会を変える、二度と戦争を許さないという若者の心情を歌っており、集会でいるものを変えるまでに深い努力があった。僕は一つの仕事なだけ、自分の国に開く仕事は一つ、雪や風の星の時はもう心を歪む、彼が目指す彼と同じ志を同じにして頑張る気持ちを増えつかせてくれた。友は集会の時や彼が下宿で来た時なんてよく歌った。今歌うとあまりにも2人の時に頼る涙が、友よ寂しい時お前に会いたい、友よ楽しい時お前に会いたい、
分かり、よく似た身を心に歩き続ける僕たちさ。もしも日が隠れ、もしも日が隠れて道に迷ったなら、とりあえずその時の光になる。これからもずっとこの歌を歌いながら帰ることを証明する。という内容のメッセージなんですけど、今日はそのメッセージの最後の部分を、一応その友よっていうその最後の歌を一応2番のここにポリシーつけてありますので、一緒にやりたいと思いますので、よろしくお願いします。その前、ちょっとどんな歌かなってことは、もし知らない人も多いかもしれませんけど、
今でも杖をつきながらまた教室にいらっしゃるんじゃないかなっていう、そんな気持ちがしています。男同士の素敵な親友関係、羨ましいとも思いました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。